こんにちは、あやチャンネルのマミーです。保護犬戦隊保護賢者です。今回はですね、名古屋名所の、大須に、子どもたちと、行きました。大須はね、もう本当に久々だったんですよね。今回はね、こうバレンタインデートっていうことで、ひらりと私、そしてダディ、そして子供たちと一緒に、朝からね、結構夜まで、大須でうろうろと、しておりました。でね、もう本当に本当に久々の、大須で、もうなんか大須の商店街の中もこういろいろ変わっていたし、もう最近だと本当にこうテレビでね、こう名古屋の特集とかね、そういうのでこう大須を見るぐらいしかなかったので、すごくね、新鮮でしたよ。子供たちもね、まあ普段はね、お昼間ずっとお昼寝してるんだけど、この日はもう本当に朝から、夕方までもう寝る間もなく、こうあちこちあちこち、キョロキョロ、しておりました。でね、びっくりしたのが、結構アジア系のお店が多いんですよ。こう台湾のお店とか韓国のお店とかなのでね、やっぱりなんかこうそっち方面の、人たちがね、大須の中にはね、たくさん、いました。なんかやっぱりこう普段私がこう住んでいる、まあ、住宅街というか、とはもう雰囲気全然、違いましたね。ちょっとこう新鮮でしたよ。はい、ジュエちゃんね、疲れて寝ちゃっております。ダディに抱っこされております。これね、今ね、こう台湾カステラ、ファンパイパイっていう、こう本当にふんわりした柔らかいカステラが大須にオープンしたんですけど、まあだいぶ前にオープンしたんですけどね、それをね、並んでますね。はい、待ってたよ。はい、ノエ兄さんもね、疲れてね、寝ちゃっております。もう赤ちゃんみたいで可愛いでしょうね。はい、こちらやっと自分の番になってきました。マミーはこれ初なんですね、食べるの。これ見てもすごいなんかふわふわそうでしょ、いいでしょ。私がね、買ったのはこの定番のファンパイパイを買いました。はい、今こちらもね、こうクリリンというね、お店の前で並んでいます。こちらはね、モンブラン、栗のね、お店なんですね。こちらもね、テレビでね、やってたので、ちょっとぜひね、食べたいなと思って来ました。見てみて、ほら上からこれ栗ですね、栗モンブランの置いてきて、こう目の前でこうやって作ってくれるんですよ。で、これはね、中お団子で、周りがこうモンブラン。これダディの。でね、これはね、私のやつで、私は、モンブランのぜんざいを頼みました。こう中が、モンブランのぜんざいになってて、この上が全部栗、そしてこの、栗と下のこうお汁粉の、間にもなかがあるんですね。で、そのもなかを割って食べるんです。はい、はい。ここから
はねちょっとお散歩です。ずっとね、朝からねベビーカーに乗ってて下を歩いてなかったのでね、まあね子供たちももちろん、歩きたいです。人混みのねアーケードの中でね歩くとねちょっとこうまあ大変なのでね、こんな感じでちょっとこう大須から少し離れたところの、100メーター道路のところに来て、ちょっと子供たちとね一緒に、お散歩を、しています。すごいなんか嬉しそうですよね。で見てくださいこれベビーカーの中、これダイヤくんベビーカーの中、最初ねダイヤくんも歩いてたのにね、こう途中からなんかもうベビーカーに乗せろ乗せろって感じでベビーカーに一人乗っております。なんか偉そうですよね、なんかベビーカーに乗って。ダイヤくんは結構腰抜けさんなので知らない場所を歩くのがちょっとなんかね怖いみたいですね。はい、また大須に戻ってきました。今度はですね、私一度食べてみたかった、韓国のチーズハットグっていうね、チーズホットドッグですよね、それを、買いましたよ。もうなかなかね大須に来ることもないのでね、もう今回、食べたいものは全部こう調べて、そのお店に行って、買いました。見て見てこれちらチーズがねダディ伸びてるでしょ、子供たちがじーっと見てます。はーい、こんな感じでね、なんかよくこうテレビでもやってるでしょ、私も一度やってみたかったまあこんな感じでね今回はね大須に行って、子供たちと一緒にね食べ歩きをしました。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.